こんばんは、わしみです。今日は幸せのホルモン、セロトニンについてお話しさせていただきます。セロトニンは、ドーパミン、ノルアドレナリンと並ぶ、三大神経伝達物質の一つで、ドーパミンは、快感のホルモン、ノルアドレナリンは、怒りのホルモン、セロトニンは幸せのホルモンと言われています。セロトニンは、他の2つのホルモンの暴走を抑制し、コントロールする役割もあります。そのセロトニンは、人体内に約 10mg 存在し、約 90% が、小腸の消化管粘膜に存在しています。腸内の消化の働きに作用しています。次に、約 8% が、血管内の、血小板に存在します。血液を凝固させる止血作用や血管の収縮作用に、作用しています。残りの、約 2% が、脳内の中枢神経に、存在しています。脳内の中枢神経にある、2% の量で交感神経系と連動して、体内時計の調節をし、覚醒状態を保ちます。他にはドーパミンやノルアドレナリンの作用を制御して、気分や感情のコントロール、衝動行動や依存症の抑制をしています。また痛覚を抑制したり、海馬における記憶力や学習効果にも影響を及ぼしています。咀嚼や呼吸といった反復運動の機能にも作用しています。そういうセロトニンを増やすには、セロトニンの材料を増やすこと、あとセロトニンの分泌を促すことの2つのアプローチが必要となります。まずセロトニンの材料としては、トリプトファンと、ビタミン B6、炭水化物、鉄分があります。トリプトファンと、ビタミン B6 が材料で、炭水化物、鉄分は補助になります。で、セロトニンを増やすためには、人が体内で作ることができない必須アミノ酸の一つである、トリプトファンを特に意識して摂取することが、より有効になります。で、トリプトファンを多く含む食品としては、挙げている通りになります。トリプトファンはアミノ酸なので、タンパク質を含む食品に、よく存在しています。続いてセロトニンの分泌を促す行動としては、書いてある通り、早寝早起き、朝太陽の光を浴びる、朝食をとる、リズム運動、一定のリズムの運動ですね。で、よく噛む、深呼吸、グルーミングや、スキンシップ、あと号泣をする。で、最後に継続するですね。継続するというのは、セロトニンの活性には、約3ヶ月ほどの継続が必要となると言われているので、継続をすることが必要となります。先ほど最後に言ったセロトニンの活性には約3ヶ月かかりますので、ご自分で楽しく継続できるものを選んでいただくのがより有効だと思います。例えば、朝6時に起きて太陽の光を浴び、朝食はよく噛んでバナナを食べるという具合です。私は砂糖式リンパケア公認インストラクターですので、あなたにセルフケアやご家族や恋人とのケアをご提案します。セルフケアや大切な人とのケアをすると、リズムのあるグルーミングになります。で、グルーミングにはセロトニンだけではなく、愛のホルモン、オキシトシンの分泌も促しますので、グルーミングを行うことで愛と幸せを同時に得ることができます。そういうセルフケアや大切な人とのケアに興味を持った方、ぜひ講習会にお越しください。全国で開催しております。詳しい情報は Google や Yahoo で砂糖式スペース講習会で検索してみてください。以上です。ありがとうございました。